イギリスでは1918年に第4回選挙法改正、1928年に第5回選挙法改正が実施され、選挙権の拡大が進められました。また、1929年の選挙では、労働党が初めて第一党になりました。ドイツでは、ドイツ共産党と社会民主党が対立するなどしましたが、1919年に社会民主党のエーベルトが大統領に選出され、民主的な憲法が制定されました。その後、激しいインフレーションが進み、1923年に首相となったシュトレーゼマンは、レンテンマルクを発行するなどしました。イタリアでは、社会党左派による社会改革運動が失敗すると、ムッソリーニが率いるファシスト党が勢力を拡大しました。イタリアは1926年にアルバニアを保護国化し、またラテラン条約を結んでローマ教皇庁と和解するなどしました。ソ連では1924年にレーニンが死ぬと後継者争いが生じました。1922年に共産党書記長になったスターリンは、1928年には第一次五カ年計画を実行するなどしました。第一次大戦後のイギリスは、生産設備・技術の旧式化による輸出競争力の低下や失業の増大、また金本位制からの離脱、復帰、再離脱に象徴される国際金融の中心地としての地盤沈下などによって経済的覇権をアメリカに奪われました。政治の分野では第四次選挙法改正に引き続き、1928年には第五次選挙法改正が行われ、21歳以上の男女に選挙権が与えられるようになりました。それに先立って保守党内閣の後に自由党と連立した第一次マクドナルド内閣が成立し、1924年にいち早くソ連を公式に承認するなどの独自色を打ち出しながら、政治的勢力図を次第に塗り替えていきました。第一次世界大戦はイギリスの帝国経営をも変化させます。すでに戦争中にシンフェイン党の運動などを通じて独立の機運が高まっていたアイルランドでは、独立宣言後の1922年に北部のアルスター地方を除いた地域がアイルランド自由国として自治を承認されましたが、1937年にはデ・バレラを指導者とする新政権の手で完全独立を謳う共和国憲法が制定され、エール共和国と国号を改称しました。アイルランド以外の地域についても、1926年のイギリス帝国会議の結果を受け継いだ1931年のウェストミンスター憲章において、ニュージーランド、カナダ、南アフリカ、オーストラリアなどの自治領は、新たなイギリス連邦の一員として、本国と対等の地位を獲得しました。この間、世界恐慌の影響はイギリスにも及んで、深刻な打撃を与えました。それに対してマクドナルド挙国一致内閣は、1932年に保護関税法も制定して、自由貿易から保護貿易への政策転換を行い、さらに1932年のイギリス連邦経済会議では、特恵関税制度の採用などを中心としたオタワ協定を締結して、ブロック経済化を促進しました。イギリス経済政策上のこうした変化をイギリス経済学者ケインズがすでに予知していたことは、1926年に出版された彼の別の著作、自由放任の終焉のタイトルからも伺えます。イタリアでは第一次世界大戦中に英仏とイタリアが結んだロンドン密約で約束されていた領土要求が認められなかったために、ベルサイユ体制に対する不満が大きくありました。また戦後不況による社会経済混乱の中で、労働運動や農民運動が活発化し、
当時の社会党政権も動揺していました。その中でファシスト党を結成したムッソリーニは1922年ローマ進軍を強行し、国王の妥協によってファシズム政権が成立しました。1928年ファシズム代表議会を国家最高機関にすることで議会制を否定し、さらに1929年ムッソリーニはラテラン条約によって教皇庁と和解しました。この時に成立した独立国がバチカン市国ですね。また外交においては1924年未改宗のイタリアの一つとされていたフィウメを併合し、海外進出をスタートさせました。ドイツでは1918年10月末、戦況が最悪となった時、キール軍港に水兵の反乱が起きました。ベルリンでも11月、労働者の大武装デモがあり、皇帝ヴィルヘルム2世は退位し亡命しました。代わって社会民主党の臨時政府が成立し、休戦条約に調印しました。これがドイツ革命です。しかし事態がソビエト革命の方向に進むことを恐れた社会民主党政府は、旧軍隊の力を借りて急進革命派を弾圧し、1919年1月総選挙を強行しました。同年2月国民議会は社会民主党のエーベルトを大統領に選び、いわゆるバイマール憲法を制定します。しかし戦争による混乱と経済的不安定、さらに過酷な内容のベルサイユ条約を押し付けた戦勝国に対する民衆の不満によって、政権は安定しませんでした。ドイツは巨額の賠償金に対して支払い延期を要求します。しかし1923年、フランスとベルギーはドイツの賠償不払いを口実にルール地方を占領しました。労働者はストライキで抵抗し、生産は極度に低下します。これに対して政府は紙幣を乱発しました。その結果、戦争中から徐々に進行していたインフレーションは猛烈な勢いで進みます。同年8月、シュトレーゼマン内閣は1兆マルクを1連天マルクとする紙幣の切り替えを行い、インフレーションの克服に努めました。翌1924年、ドイツの経済的危機を救うためドーズ案が作成されました。この案はドイツに1年間の賠償支払い猶予を認め、支払い能力を考慮した年付支払い方法を定めています。これによりアメリカから大量の資本が導入され、ドイツの経済はようやく復興しました。さらに1929年には新賠償案としてのヤング案が成立します。しかしこの案の採択直後の世界恐慌は、ドイツ経済を再び激しい混乱の中に陥れたのです。ウィルソン政権下、1919年1月16日をもってアメリカ合衆国では憲法修正第18条が確定しました。この法律は禁酒法とも呼ばれています。この法律が批准されるまでには、アメリカ合衆国内で多くの活動の積み重ねがありましたが、とりわけこの活動がより社会的な規模になったのは第一次世界大戦の勃発以降でした。しかし現実には禁酒法の発行以降でも、それに対するマフィアによる違法行為が横行していたのも事実でした。また第一次世界大戦をきっかけに、アメリカ合衆国は外国との金銭的取引関係の面で経済状態が兵器生産の特需により戦前と比べて大きく変化し、債務国の状態から債権国の状態になりました。このような国民経済の発展や平和の到来による安堵感が、この禁酒法への反対論を生み出すことになりました。また
戦勝国であったにもかかわらず得たものがなかったというベルサイユ体制への反発感がアメリカ人の心に孤立主義、排斥主義思考を生みつけることとなりました。そのため国際連盟には不参加で、1920年イタリア系アナーキストが証拠不十分のまま処刑されたサッコ・バンゼッティ事件が起きました。この背景にはアメリカ社会の主流を占めてきたワスプの強大化があります。第一次世界大戦後の時代はアメリカ大衆文化が大きく育ち始める時代でもありました。特に黒人を中心とする音楽活動に注目することができます。その発祥はミシシッピ川の最下流に位置し、1803年にフランスの統領ナポレオンから1500万ドルで買収した州に属する港町ニューオーリンズと言われます。この港町出身のルイ・アームストロングやワシントン出身のデューク・エリントンはその代表的演奏家といえます。デューク・エリントンは小学生の頃からピアノを習い始め、高校生になった頃にはプロの演奏家として活躍を始めていたと言われます。彼自身の少年時代の思い出話によると、マッキンリーが暗殺された後、大統領を引き継いだセオドア・ローズベルトが野球をして遊んでいた自分たちのそばをたまたま馬に乗って通りかかり、親しく互いに挨拶を交わしたとのことです。音楽面でもジャズが流行し、1920年代はそこからジャズ時代と名付けられました。これはアメリカの繁栄を象徴する時代の呼び名ですが、政治面でも民主化が進み、1920年には選挙制度に進展が見られ、婦人参政権が実現しました。また経済面でも、1921年3月以降に大統領に就任したハーディングから3代続いた共和党政権は、産業界を優遇した政策をとってアメリカ経済は空前の繁栄を謳歌しました。中でも自動車生産に関して、フォードは流れ作業を前提とした T 型という形式の自動車の大量生産方式を考案して、自動車の普及に貢献しました。またこの1920年代戦争体験を通して、既存の思想道徳に不信を抱いたヘミングウェイをはじめとする作家群は失われた世代と呼ばれていますね。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。東京横浜で家庭教師をやっておりますので、興味がある方は概要欄からメールをしていただければと思います。それではまた。